皆さんこんにちは。今回はノンがお利口さんだった報告です。実は先日イボを取りました。この日は疲れて熟睡しています。ちょっとだけかわいそうになりましたが、手術後の様子が映っています。小さいのもありますね。イボは良性だったのでご安心くださいね。ノンはいつも私たちの真ん中に川の字で寝てるんですよ。私が来たのも全く気づいてないんですけど。むにゃむにゃ、ノンはお利口さんだったよ。全然痛くなかったよ。ねえねえパパ、スイカ食べたいよ。やっぱり痛々しいけど治るからね。今回は自動キャプションの逆パターンを試みましたよ。それぞれに良さがあるように感じました。感想などをお寄せくださいね。また見てくださいね。